ヒロシです。僕もクリスマスは人一倍楽しみですが、何か。もうすぐ今年も終わっちゃうのに、スナコちゃん一向にレディーにならないな。サンタクロースにお願いしてみたらどうだろう。どうせ願うなら金だろ。家賃全額分な。夢がないですね。お前はサンタに何を頼むんだ。内臓くれないと思うもん。 クリスマス。メリークリクリクリスマス。ユキ、無駄に楽しそうだな。だって楽しいじゃん。どこが帰ってくんだぞ。恐怖の大王が。恐怖の大王？クリスマスに来るのはサンタクロースでしょ。俺たちのサンタクロースはね、家賃を取り立てに来る怖い人なの。なるほ。なのに照れときたら、のんきに来る言うとなんぞ。でも、クリスマスって 俺たちにとってはすっごく特別な日じゃないか。ああ、何が。スナコちゃん。はい。それクリスマスっぽくない。ユキ君、クリスマスが特別ってどういうこと。うん、あれは今から1年前、父さんが僻地に転勤になるせいで一人下宿暮らしをすることになった俺は、少しの不安と時々を抱えてここにやってきたんだ。 遠山、雪之丞です。よろしくお願いします。ここの大家です。大家？何か？大家さんのイメージって。ちょいと、門限は9時、飯は30分以内に食っとくれ。バカな想像。あ、今度は何？ どうも、森蘭丸です。まるで王子様みたい。いや、初めまして。可愛いね。ちょ、まあ、俺男だよ。男。あ、今日から一緒に生活するんだから仲良くね。あともう一人来るけど、みんな同い年だから大丈夫よね。ええ、そのもう一人は当然女の子なんでしょうね。うわ、同居に。 同居に？お、同い年？何？この和風げなムード。本日よりお世話になる小田竹中です。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、どうもご丁寧に。うわ、またかっこいいやつ。さあ、全員揃ったことだし、みんなお部屋に荷物置いていらっしゃい。揃ってお食事にしましょう。 あの人未亡人なんだってさ。え？ラッキーだよな。うわ、すっげえ。今日からここだ。俺の部屋なんだ。やっほー。こんなすごいお屋敷で美人の大家さんとかっこいい同居人と一緒に暮らすんだ。まるで違う世界の人になったみたいだ。よーし、頑張るぞー。
まだこの頃スナコちゃんいないから、まずレディ不要。どうお味は？すっごく美味しいです。ああこの味って、フレンチの名店リストランテノーブルからのケータリングですか。おかわりはいかが？いただきます。ちゃんとデザートの入るスペースを残しておきなさいね。デザートね。本当はさ、別のデザートを食べさせたいんだろ。え？俺が美味しく食べてやるよ。溜まってんだろ。気のせいかしら、よく聞こえなかったわね。ご飯は楽しく食べようよね、おばちゃん。おば何？よく聞き取れなかったけど。ごめんなさい。話せよ。口の聞き方からレッスンが必要なのかしらね。止めて止めて。なぜ？なぜって、綺麗な顔して気してねえかよ。なんとかしてよ。俺には関係ない。なんで？一緒に住むんだから仲良く楽しくした方がいいじゃんか。ツボ入ったかも。悪いけど俺そういうの苦手なんだ。興味もないし。さよなら、バラ色の高校生活。それはそれとして。はい。あの子たちね、普通の子にしてくれってこの家に預けられたの。わがままし放題に育てられた蘭丸くん、家のしきたりに縛られすぎて浮世離れしちゃった竹永くん、あの子たちが悪いわけじゃないんだけど、少しだけ歪んじゃったのよね。あ？でも二人とも根っから悪い子じゃないはずよ。だから気長に付き合ってちょうだいね。蘭丸くん、ラマルくん、あのね。ああ、何この子、かわいい。坊や、お姉さんたちと遊ぶ？俺は坊やじゃないよ。何か用？一緒に掃除してよ。食堂がめちゃめちゃになったのラマルくんのせいなんだからさ。俺掃除なんかやったことないから。君に任せるよ。さあおいでハニーたち。もういい。あの、だから掃除を。今忙しい。あんたも掃除なんかしたことない口だよな。どこかでお会いしましたか？ああ、1回目はどこかのパーティー、2回目は剣道大会の決勝でね。覚えてるかい？勝ったのは俺さ。剣道は織田家の後継ぎとしてやっておけと言われただけだから。華道の家元だっけ？そう、君は森井というと、あのホテルグループの森井。そういうこと。お坊ちゃま、本物のお坊ちゃまだ。俺なんか庶民の庶民による、庶民のための庶民なのに。うわー！中原さんに言って部屋に鍵つけてもらう。え？テレビも部屋に必要だな。シャワーもな。ダメよ、鍵なんかつけたら竹永くんは引きこもる。蘭丸くんは女連れ込む。ここではそういうわがまま許さなくてよ。他人に囲まれたら引きこもるのは当然だと思います。子供にだってプライバシーはあるんだよ。都合のいい時だけ子供ぶる気。いい根性をお持ちだこと。あなたたちが食堂を片付けるまで晩ご飯は出しません。言い分があるなら掃除の後でおっしゃいな。やってらんないね。ハウスキーパーを雇えば済む話だ。ダメだよ、そんなんじゃおばちゃんが。俺今晩さ、炒め飯でも食べに連れてってよ。俺部屋に戻るから、食事にまたケータリングでも頼んどいて。待ってよ。何をする？俺の顔が。あんたら嫌い、ガリ勉、遊び人、人の気持ち考えないバカ坊ちゃん嫌い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 で結果。
庶民なめんなよ。遊び人なめんなよ。やれ、喧嘩なんてバカバカしい。うるせえ、人権しよう。アホだ、完全なアホだお前ら。そういうお前だって人のことは言えないぞ。俺別に今と変わんねえもん。いや、思い出した。そう、あの頃のお前は歩く出刃包丁だった。出刃包丁。なんだお前は。出刃包丁、出刃包丁。そうだよ、あの日、あの後。ただいま。何よこれ。お帰りなさい。それよりみんな聞いてちょうだい。そこで拾い物してきちゃったのよ。さあ入って。拾い物って人間。高野恭平君、ここに住ませることにしたからよろしくね。ふーん。でこいつらに売られんの、それともこいつらと一緒に売られんの。俺がそっち系に見えるか。買わないぞ、売らないぞ。ビーッ。あんなのどこで拾ってきたわけ。雨の中段ボール箱に捨てられてたの。まるで子犬のように。嘘だ竹永くん、それは嘘だよね。騒がしいことだ。その余裕がムカつく。恭平くん。ん？いきなりお客さん、バイト先の店長さんだって。いや、いきなり店を飛び出しちゃったから心配になって。キャー！二度と、二度と顔見せるな。今のはちょっと。だよ。別に言いたいことあんなら言えや。何を怖がってる。おばさん。おば、これから誰が来ても追い返して、電話も出ないから。付きまとわれる君にも何か問題があるんじゃないのかね。恭平くん、君のはね、過剰防衛って言うんだよ。恭平くん、お家にいるんでしょ。出てきてよ。恭平、お母さん、もう疲れちゃった。もしもし、高野恭平はいませんよ。もしもし、高野恭平は留守です。いないの。ああもう。どうよこれ。え、何それ。ポストに入ってた。うわ、血文字だよこれ。この膨れた封筒は、うん、か、髪の毛。私だと思って大切にしてくださいか。何泣いてんの。だってこんなのひどいよ。これじゃあどこ行ったって安心できないじゃん。うるさい。恭平くんの知り合い。そうだけど。私彼女なの。恭平に会わせなさいよ。彼女どうして彼がここにいるって知ってんの。探偵雇ったの。恭平くんってば、通学路は警察にガードされてるし、家に行ってもお母さんに追い返されるのよ。ちょ、なんでそんなことになってんぞ。バカな女が抜け駆けして誘拐しようとするからよ。そうよ、あんたら引っ込んでなさいよ。恭平くん、バイト先でもセクハラされてばっかり超かわいそうなんだよ。セクハラ。私が慰める。恭平くん
いらん。あら、人の行為は素直に受けたら。皆さん、恭平くんはここにいませんから。外の皆さん、恭平くんはいません。直ちにお帰りください。あれにおわすは我らが王子恭平様のですわんな。後ろ犬に幽閉された麗しき王子様の助けるのなんて呼ばれるわんの。やばい、窓閉めろ。あの人たちに帰ってもらう方法ないのかな。知らねえよ、あいつらああやって遊んでんだ。俺じゃなくたっていいんだろうよ。それだ、ランマルくん出番ですよ。は？そのサラサラヘアにツルツルお肌、エロエロボディに湧き上がるフェロモン、女の子を黙らせるには君しかいない。そこまで言われちゃしょうがないな。あ、誰か出てきた。恭平くんじゃないわ。いやあ、可憐なる乙女のみんな。え、ちょっと、ビゲンデリワーノ。僕でよかったら、お相手を。お待ちになるがよろしくってよ。私、恭平のフィアンセですの。あなたたち、とっととお帰り遊ばせなさって。男じゃないの。バレた。でもこれはこれであげるわ。お持ち帰りね。服取られた。しょうがねえな。な、何それ。一人ずつさ、殴るより早いじゃん。ほら、投げろよ。死んじゃう、死んじゃうよ、死んじゃう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 。面白い。かっこ悪。ちびっこに守ってもらってるくせして、何やってんの。一人じゃ何もできないわけ？それとも昨日見たく女にも暴力振るうの？出て行けばいいじゃん。ここより居心地いいとこあるならね。中原さん、警察です。鷹野恭平くんが誘拐監禁されているとの通報がありました。あらら、俺たち犯罪者かよ。ま、いいけど。引き取りください。お願いします。恭平くん、頭を上げて。立ちなさい。誘拐監禁というのは本当かね。家の中を調べろ。はっ。誰が家の中入っていいと言った。家の中には誰も入らせねえぞ。何？警部、突入しましょう。お待ちなさい。人の屋敷でパーティーとはいい度胸ですこと。誘拐犯だな、逮捕する。お電話ですわよ、刑事さん。何、誰だ貴様は。警視総監殿。高野恭平は総監が本を依頼したですと。警察と婦女子の皆さん、よくお聞きなさい。この子たちは大切なうちの子、
もし傷つけるようなことをしたならば、その方は容赦なく地獄へ叩き落とすわよ。こら、とっとと帰るんだ。では私どももこれで。おいくぞ。かっこよかったよ、土下座。うるせえよ。ああ、そうそう、あなたたち全員家からの援助断ったから。は？俺も？当然、私差別はしない主義なの。これからは全て自己責任。無論家賃は自力でしっかり払うのよ。それが私からみんなへのささやかなクリスマスプレゼント。なんだそれ。へえ、そんなことがあったんだ。だからね、クリスマスって俺たちが初めて4人で笑い合った記念すべき日なんだよ。結構おっぱずかしいこと言ってんじゃねえの、この女装大好きユキちゃんはよ。好きじゃないもん。あれはもういっぱいいっぱいだったんだよ。あ、こんな雪の中、まさか。おそらく来たか。メリークリスマス。メリークリスマス。高菜が今いくら持ってる。そういうことは乱丸に。なあユキ。ないよ。恭平は竹永、今いくら？メリー。結局出馬包丁は。自分を表すパーソナルカラーが必要よ。お料理に彩りを鮮やかに、赤い水玉キノコをペースト状にしたものを。スナコちゃん変だよ。誰か止めろ。次回ウィムッシュ。キノコは菌類。キノコとか言っちゃった。マルーソの恥じらいや。よし。